ゴリスは、アルメニアのシュニク地方にある都市。1924年までは、ゲルシ、ゲルシとも呼ばれ、他にもゴレーク、ゴレス、ヒンコレス、コレス、コルス、コル、クリス、ザンギズル、ザンカズル、キュリュスなどの呼び名がある。首都エレバンから2 4 0メートルシュニク地方の中心都市である、カパンから7 0トルのところにあり、ゴリ、ス川の谷間に築かれている。 2001年国勢調査時の人口は2万840人。高山気候に属する。冬の降雪はそれほどでもないが、夏は比較的暑い。1月の平均気温は低、摂氏1.3度、7月の平均気温は摂氏19度で、年間降水量はおよそ700ミリメートルである。町の南部には岩山をくり抜いて築かれた洞窟住居がある。また、 この地で生産されるフルーツウォッカは高品質で知られる。もともとは緑の丘に作られた洞窟都市で、その内部はアルメニア様式になっている。洞窟は現在でも保存されているが、ソビエト時代に町の住居のほとんどが近代的な建物になった。町の名がインドヨーロッパ語族の言葉で岩場を意味するのも洞窟住居に関係がある。この地には 石器時代から人類が定住していた。地名が最初に歴史上に登場するのは紀元前8世紀のことで、ウラルトゥのオール再生が征服した23の国のうちコリスツという国がそうではないかとされている。クセノポンのアナバシスにはギリシャへの帰路についた紀元前401年にアルメニアのクンドゾレスクとコリスで洞窟に住む者を見たとの記述がある。中世には 現在の市街地の東側、ゴリ、菅川の左岸に入植地が築かれた。1624年に、バルセグ・イエレツという人物が書いた文献に初めて、ゴーアスという綴りが登場した。17世紀から18世紀にかけては、メリクフセニャンスがゴリスを支配したが、1813年10月13日に、ゴレスターン条約が結ばれると、ロシア帝国領となった。 1870年代にザンゲズル地方の中心都市となり、1876年には旧市街の近くに新市街が建設された。19世紀の終わり頃になると街の経済と文化は発展していた。1920年のアルメニア第一共和国崩壊後、1921年4月26日に縦部で行われた第二回ハンザンゲズル会議では、 山岳アルメニア共和国の名の元だらラ,ラキャズ、ザンゲズル、山岳アルツアフの自治、独立が宣言されたが、ホリスは同共和国の首都に事実上なった。ホリスの聖グレゴリー大聖堂、主肉教区の中心にもなっている、ホリスには、三文作家で1937年に、民族逸脱の罪で獄死したアクセルバクンツの、博物館や地域地質博物館、劇場などがある。 また、主肉地方の教育の中心地で、高等学校が7校、中間大学が2校、幼稚園が7園、体育学校が2校、音楽学校が2校、芸術学校が1校ある。1967年にはポリス国立大学が開校した。他にもアルメニア国立工科大学の文校や、エレバン国立演劇、撮影技術大学がある。 市街地からそう遠くないところにあるクンドゾレスクへの道の起点には18世紀に建てられたメリックの邸宅がある。サッカークラブのザンゲズルゴリスが本拠地としており、市営のサッカー場もある。ありがとうございます。